大英株式会社は1942年から1971年まで存在した日本の映画会社。設立当初の法人名は大日本映画制作株式会社。1974年から2003年まで存在した日本の映画会社。徳間書店の子会社であり、一の映画事業を引き継いだ。設立当初の法人名は大英画株式会社。 1>, 1と2は陶器上は別会社であるが、本校では、便宜上、1と2の映画事業を大英の歴史として承実する。1と2による映画事業を上とされ、設立当初は株式会社、門川大英映画と称していた、門川映画株式会社も新たに設立された会社であり、1と2が法人として前進に当たるわけではない。 一の法人としての設立は、大手の中では後発だが、戦前の日活の政策機構を主に引き継いでいるため、伝統ある老舗として語られることがある。発足時に合併で得た新興イコールミカド記念の政策部門は、戦後に分離し、東映への母体となる。第二次世界大戦が始まると、戦時統制の一環として、小規模企業を整理、 統合する戦時企業統合が始まり、内閣情報局の指示によってこれが様々な分野で進められていった。映画業界でも1942年、新興キネマ、大都映画、日活制作部門を軸とした合併が行われ、長田正一、河合隆一、真鍋八千代、畑野慶三、無車治、小物名おざ吉岡重三郎、鶴田孫兵衛、 林やしの9名が、発起人となり、1942年1月27日に、大日本映画制作株式会社が誕生、松竹、東方との三社体制が成立した。情報局の当初案では、映画業界を松竹と東方の二社体制に再編することになっていたが、これを知った新興キネマ、京都撮影所所長の永田正一が、政府寄りの第三勢力として、 統制会社の可能性をアピールする形で同局に掛け合い、最終案ではこれにもう一社加えた三社体制とすることを認めさせた。新興キネマは、小畜系列であり、事実上げ松竹の子会社であったが、同社が主導して、企業統合がされたことは世間を驚かせ、新興キネマから、情報局第五部に金が動いたのではないかという噂が広まった。真相は不明だが、 大英の写真も本件を包み隠さず事実を掲載している。この年に、坂東つま郎、片岡知恵蔵、嵐勘十郎、市川歌右衛門の4大スターの共演を掲げた第一回作品、維新の曲を発表し、映画制作の第一歩を歩,を歩み出す。映画業界が三者体制となり、6つの撮影所が大英の参加となった。 国内の映画の配給系統が、紅系統、白系の2系統と統合することで、小竹と東方と配給枠を分け合う形になった大英は、制作本数の減少を余儀なくされ、京都の大英京都、大英第二、東京の大英東京第二を残して、佐賀の大英東京第一、大都の各撮影所を閉鎖し、3カ所のスタッフと俳優は、大英京都、大英第二、 大英東京第二が引き継いだ。社名変更後の表記は、星空の後に動く雲をバックに大英マークが映り、それに被さるように、作成社会式株ブエイの文字がズームし、停止して落下する演出で1950年頃まで使用された。横下編などは、映画は大英のマークがついたキャッチフレーズが多用された。数社を統合して、オーナーとなった長田正一が、 社員をすべて縁故採用で固める会社組織を行うと自身のカリスマ性を高め組織を強固にした反面組織内に近親像的な圧力を数多く生んだ社風は日活の伝統を受け継ぎ小野松之助が保守的な京都の土壌に持ち込んだ自由な気風がハイカラな伝統を生んだ他社間だけでなく東西撮影所同士でもライバル視する 排他的な気風も残した。企画会議は、京都作品も必ず、東京本社4階会議室に、長田社長を筆頭に40人からのプロデューサーらが集められ、最終決断は必ず長田が下す体制を敷いた。東京と京都の撮影所は、撮影設備も機材も、長田の独断で最新鋭のものが揃えられたが、倒産の最後まで、自社の現像所は持たなかった。 この体制下で、大英は一時期大きな成功を収めたが、直営の工業館が、東方や小区に比べ数の面で遥かに劣り、工業収入に大きく影響した。映画産業の近代化、社用化が進むにつれて、長田の全時代的な活動やの体質を残したままのどんぶり勘定と、公私混同した典型的なワンマン経営は、様々な弊害を生み、最終的に、 大英の破綻に至る。1940年代、1950年代専属スターの大量流出によってできた穴を埋めるべく、ベテラン長谷川和夫を重役に迎え、彼を大黒柱にプログラムを組む。ニューフェイスやよそからの人材を惜しげもなく投入し、後に三大女優と言われる慶町子、山本富士子、若尾文子、市川雷蔵を日本映画史に残るスターにのし上げた。 他者専属やフリーの高峰秀子、鶴田浩二、岸恵子らも出演し、名作を多数送り出す。1960年代台湾など海外との合作による対策や、70ミリ特撮映画、釈迦、旗、始皇帝を制作し、これらの成功をきっかけに、以後の対策路線が始まった。ウォルトディズニー作品の日本配給権を握っていた。 1970年代戦後、大英作品の予告編を公開した短編フィルムで、1962年まで制作された。本数は900本以上に及ぶ。設立初期長田時代設立初期、長田時代建物正面に、映画は大英という看板が掲げられていた、渋谷大英劇場。ありがとうございます。